はい、おうし座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。今回も動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月10日の新月から7月24日満月までの2週間の流れをタロットカードを中心に見たいと思います。星の動きは月末にだいたい翌月の星の流れを解説していますので、そちらを参考にしていただいて、今回はこう心の持ち方とか気づきによって日常を豊かにしてみようという心意気で、という試みでタロットをやっています。何かしらこの動画が皆さんのお役に立てると嬉しいです。ではいきます。まず7月10日はですね、この蟹座で起こる新月なんですけれども、これは牡牛座の皆さんにとってはね、こう好奇心とか知的な理解とか、またはその知的な理解を超えた、もしかしたら感覚的な理解とかっていうことが起こるかもしれないですし、必要な情報っていうのも入ってくる時なので、ぜひちょっとオープンマインドでっていうかね、いろんな情報を取り入れるよっていうふうにしていただきたいのと、あと自分のその感情が、どこから来るのかなとか、もしくは感情と思考をちょっと切り離して分析してみるのもいいかなっていうふうに思いました。今回ちょっとタロット中心なので、タロットだけで話しますね。はい、では行きましょう。ですね、ちょっと補足なんですけども、その自分のこの感情的なものがちょっとこう揺さぶられやすい時なの でこの新月をきっかけに、自分の中にあった本当にやってみたいこととか喜び、奥の方にあったものをこうグツグツとこういろんな感情が盛り上がるとともにこう浮上してきて、でその本当やりたいんだけど、でもどうしていいか分からない、できるかどうか分からないということに対して、思考とか情報とか考え方のヒントが得られて、見つけてやり方を見つけていくんだなっていうふうに思いました。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、バンドさん、お月さんの逆、女司祭長の逆、ページソード逆、ソードクイーン逆、カップ4、そしてカップ9の逆、そしてエンペラーとマジシャンの逆と、はい、オラクルがソードの7ですね。はい、ちょっと、解説しますと、まず全体的に私がこのカードを見て思ったのは、どっちのサイドにいるんですかって感じがしたんですよ。なんか変な言い方なんですけど、まあなんかちょっと言いにくい、言い伝えにくいんですけども、一つの道を進んでいく時に、まあ別に地上を進んでいくもあり、または地下道を進んでいくもあり、または歩道橋を進んでいくもあり、どの道でも結局進んでるんですけれども、どの道に進むかによって見え方がや感じ方が全く違うっていう感じがしてて、なんか、まあ、例えば地下道を歩いてると全く外の空気わからない、天気がわからない、でも雨にも濡れないし近道で便利だわって思うか、でもこう地上の方がなんか空気感感じられていいなって思うけど信号が多いなとか、まあいろいろ、まあ違いはそれぞれに特徴があって、短所も長所もありますよね。なのでなんかこう今自分がいる場所ややり方がなんかこうそんな道を行っているとか、なんか本来の道じゃないっていうふうにもし思ったとしても、いやそうだったとしても全然ちゃんと進んでるんですよっていうふうになんか感じたんです。でもしその自分が今いる環境とか見えてる景色とか進み方が嫌だと思うんだったら、まあその違う道へ行けばいいだけっていうか、じゃあ地上に上がってみるかとか、あじゃあ下に潜ってみるかみたいに選べばいいだけで、決してなんか間違ってるわけじゃないし、その損をしているわけじゃないって感じがしたんです。すごく今年ってね、牡牛座の皆さんにとってはいい年だし、変化の多い年なんですけど、それだけまあ激しい、環境の変化とかがある方にとってはちょっとしんどいなとか怖いなって思うかもしれないんですけれども、でもどの道行ったって
結局自分の力を信じざるを得ないんですよっていう感じがしたんですね、なのでその自分が今いる場所がなんか違うんじゃないかなと思っても、おそらくそれはどこかの出口があるので、必ず地下道もありますよね、上に上がる道が、その時に上に上がってみるなり、上上がってる人は暑いなと思ったら下がってみるなり、または歩道橋上がるなりっていうのは、それぞれ選んでくださいねっていう感じがしたんです。でその時になんとなくこう周りの目を気にしたりとか、自分は地下に入るけどなんか地上に歩いてる人に悪いかななんて思う必要全くないじゃないですか。あ、歩道橋歩いてると地道歩いてる人に悪いかななんて全く思わないように、こう今進んでる道をその誰かにとって悪いかなとか思わないでねって感じがしたんです。なんかまるで、例えばこれがお仕事で言うならば、自分がもう次の道へ行くって決めてる時に、なんかこう前まで一緒に働いてたその同僚の人に悪いなと思ったりとかね、なんかそういう余計な気遣いとか余計な心配事は、やめましょうっていう感じがしたんです。はい、でそれをもし自分がこの道ってどうなのかなって思ったまま進んでると、せっかくその道で会っているのに、自分で納得しないっていうのかな、なんかこれでいいのかな、これでいいのかなって思いながら不安な状態で進んでいきそうなので、もったいないですよね、それって。なので今いる場所でいいんだと。そしてもし自分の感情が、あ、でもやっぱり私外の景色見たいなと思うんだったら地上に上がればいいだけで、なんかそういうチャンスっていうのは必ず来るので、そこをヒントにしてください。で、いつ来るのって言ったらですね、日付で言うと、例えば7月12日ぐらいって一番そういう感情の跳ね上がりとかが起きやすい時なんですね。それを過ぎて、あと手放していくとか綺麗になっていくっていう感じなので、不安なこととかね、心配してたことっていうのがもしすごいあった方も、7月12日過ぎるまで待ってって感じがしてて、それ過ぎた後に7月13日ぐらいにほっとしたり、ああって思ったその時の感覚で決めてくださいっていうふうに思います。ですので、さっき言った出口が見えるのは7月13日と、あと7月20日7月22日あたりかなって思います。で7月18日っていうのも、ちょっとなんか自信をなくしやすいというか、これで良かったのかなって思いやすいんですけど、またすぐね7月20日にやっぱり良かったわっていう感じに思いそうなので、あんまりその早とちりとかしないようにしてくださいね。あとね、最終結果がカップの9の逆なんですよね。でカップの9っていうのは本当はすっごく嬉しいこと、もうそんなこと思ってなかったっていう嬉しいことが入ってくるはずなんですけど、その前にカップの4ですごくため息をついてるっていうのがあって、これでいいのかな、どうなのかな、私間違ってるのかなみたいに思ってると、せっかく来てるチャンスもなんかそれをこう歪んで見ちゃうっていうか、疑いの目で見て、自分自身も疑いの目で見るし、今来てるチャンスも疑いの目で見て、喜びと認識できないよって感じがあるので、とにかくその、疑いの気持ちっていうか、それをできるだけ今起きてることがベストなんだっていうふうに思って進んでみてください。でそしてね、対策のところが、肯定と、マジシャンが出てるので、マジシャンはまだ逆なので、やっぱりね、何かこう一つのきっかけとか、その自分がやっぱりこれでよかったって思えるまで、なんとなくこう進むに進めないみたいな感じがあると思うんですけど、でも必ずね、この肯定っていうのは本当の自分の底力っていうのをちゃんと自覚してやっていくよっていうのがあるので、これあるんだけどなんか出しにくいって感じがありますよね。どう出していいか分かんないとか、いいのかなこれやってとか、なんでちょっと提案なんですけど、この2週間だけは、7月10日から24日まではもう他の人のことは気にしないとか、本当に自分がやりたいことだけにフォーカスするとかっていうふうにして、できるだけ自分を認めるっていうか、喜ばせるというか、自分を少しでも信じられるように、持っていくのがいいと思います。でそう星の動きではね、その情報とか他の人と知り合うのがいいよとか、コミュニケーション取ってねっていうのがいい時なんですけど、自分が今いる状況が間違ってるんじゃないかっていう、その疑いの目で人と関わったりとかしても、なんかすっきりしないですよね。なのでそこはいつでも、その今進んでる道は
生き方は変えられるっていう形ですね。どの道行ってたって結局進んでるっていうことなので、そこだけ安心してください。はい、ということでちょっとキーカードを引いてみますね。まあこれだからあれですよ、お仕事だけじゃなくて、まあ、恋愛とかで言ってもあれですからね、要するにうまく進んでるのに自分がなんかうまくいってないように感じるとか、そうお仕事もね、その自分のやりたいこともねっていうふうに思いそうだなと思ったので、そこだけ注意ですね。まあちょっとキーカードを見てみます。はい、7月10日から24日までの大下さん、これですね。死神の逆位置です。再生です。いや、この間に何かやっぱ終わるんでしょうね。ちなみにですけれど、7月22日以降ってちょっとまた喜びのエネルギー強くなったり、または7月30日以降もね、こううつうつしてた感覚からもう次行きますみたいな流れになってくるので、まあ自分の気持ちはとっても落ち着いてくると思うんですね。なんでまあちょっとこの7月24日の満月までの間に自分の中で何を終えたいのかなっていうことをしっかりと、もし意図していただくと消えると思います。それは浄化できるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回はこんな感じです。もしこのカードリーディング一緒にやってみたいなとか、自分も勉強してみたいなと思う方は、概要欄に、メンバーシップの詳細を載せておりますので、そちらからご覧ください。このカードの絵もですね、全部そのメンバーシップの方で、画像をアップしてますので、よかったらそちらご覧いただけると嬉しいです。ということで次回はまた7月末に、8月の星の動きを中心に解説したいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、ちょっと言葉足らずのところたくさんあったかもしれませんけど、何かご質問があればコメントの方にお寄せいただければ、できるだけお答えしたいと思います。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。